はい、こんにちは。今日は道江さんに、来てもらって土曜日の読書をにご協力お願いいたします。はい、お願いいたします。はい、ですね、はい、お願いいたします。はい、道江さんは iPad をよくお使いになるんですか？はい、そうです。 iPad で Zoom を使っていますね。 iPad で結構便利なので持ち運びなのだ。はい、はい、そうですね、わかりました。 iPad のシェアスクリーンできますか、そちらから？はい、はい、ありがとうございます。はい、そしてこの場合必ず、Gmail アドレスと Chrome が同じ名前で入ってますように。ここから、日本語で読書のホームページにどのようにしていけるのか、そして一応まあ行って、お話を、紹介して、そして朗読をしていって、その後カスタマイズするのはどうすればいいんでしょうかっていうところまでお付き合いいただきます。はい、はい、お願いします。それではこれ Google が開きました。ここで、キーワードの Japanese Teachers を英語でジャパニーズ、はい、スペースティーチャーズ、はい、スペース、リーディング R-E-A、はい、R-E-A-D、はい、N-G スペースリーディングリソース R-E-S-O-U-R、はい、そうですね、そして日本語で読書をまた漢字でタイプしてもらえますか。はい、はい、ありがとうございます。そして Google 検索してください。はい、すると日本語で読書 Japanese Teachers Reading Resource Home、これが Facebook のページです。このリンクを押してください。はい。はい、ここに Facebook のページに来ました。これは Facebook のメンバーでなくてもここに行けますので、そこの、詳しくはこちらというのを押してもらうと、はい、ホームページに出てきます。ホームページに行くことができます。できました。はい、ありがとうございます。はい、それで今日は左側の日本語で読書 Japanese Teachers Reading Resource の、Identity Community 美学、美学のところをクリックしてください。はい、するとここに、料理、自慢料理、ホームクッキングというのがあります。ここを押してみてください。はい。はい、そうすると、おにぎらず、ずんだ餅、いろいろね、入れてあるんですけれども、今日はですね、はい、肉じゃがありますね。はい、今日はずんだ餅を朗読してみたいと思います。はい。はい、それがですね、実はこの道江さんがじきじき、道江さん、はい、協力させていただきます。あの自慢です。はい、いいですね。はい、じゃあこの画面をクリックしてもらうと、うん、はい、この右の上の四角い矢印を押してください。はい、そうすると画面になります。はい、でちょっとこれ朗読してみましょうか。はい。ずんだ餅、私の自慢料理はずんだ餅です。はい、次のページに行くのは、はい、はい、1回クリックするとできます ね。ずんだ餅は東北地方の名物です。私の両親は仙台出身で、ずんだ餅をよく作ってくれました。これが私の一番好きな自慢料理です。材料は枝豆、はい、餅、はい、お砂糖。まず最初に冷凍の枝豆を電子レンジで解凍します。次に枝豆の外の皮を剥きます。それから薄皮も剥きます。はい、
そして薄皮むいた枝豆をフードプロセッサーに入れて細かくします。最後に細かくした枝豆をフードプロセッサーから取り出して砂糖を入れてずんだにします。砂糖はたくさん入れても少し入れてもいいです。自分の好みで入れてください。出来上がり。作ったずんだをお餅にのせて食べます。いただきます。はい、ということでありがとうございます。そして、はい、ここに文献を載せてありますけれども、ありがとうございます。はい、はい、いいお話ですね。そしてですね、これをどんどんたくさんの先生方に使っていただきたいんですけれども、例えばこれを使ってもらうのにやっぱり漢字がたくさんありますありすぎますとか、もう少し短い文章の方がいいんですけどって言った場合、これを変えられるんですね。でそれはどうしてやるんでしょうかっていうことになります。するとですね、この画面の下にカーサーを動かしてもらうと黒いベルトのようなものが、はい、出てきます。その一番右の丸い、そこです。はい、そしてエディッターを開くというところに行ってください。はい、そうです。これで Google スライドに、ダウンロードすることができました。ところがですね、上の方を見るとこれは、英語だと View Only、 日本語だと、なんて書いてありますか。閲覧のみっていうふうに書いてあります。です。ということは、まだカスタマイズができません。Google スライドにダウンロードできたんですが、まだカスタマイズできません。例えばこのままの教材だと漢字が多すぎたりありますよね。何か変えたいとこありますか、みちえさん。自慢の満が少し難しいので、はい、この部分をひらがなにできたらと思っています。はい、わかりました。じゃあそれをやってみましょう。でこれを、はい、コピーを作ります。そしてコピーしたものを、自分なりに変えるという形になります。はい、じゃあファイルのところに行ってもらえますか。はいはい、はい、でファイルに行くとコピーを制作というところがありますが、そこに行けますか。はい、はい、コピー制作が出ましたね。アクティブになってます。アクティブになってますか。はい、はい、じゃあコピー制作がクリック押せますか。はい、押せました。はい、そうするとプレゼンテーション全体を押してください。はいはい、そうするとコピーしてますので、あと名前が自分のコピーですので変えることもできるし、はい、そのままでも OK です。はいはい、じゃあそのままでよかったら OK のボタンを押してください。今回じゃあこのままでいきます。はい、じゃあ黄色い OK を押してもらうと、はい、コピーしたものになりました。はい、はい、そしてじゃあこの自慢のマン、はい、難しいですねこの感じ ね、 そうですね。ちょっとひらがなに変えてみましょう。はい、いきますかね。まずアクティブにして、はい、できない、デリートをして、はい、あ、できた。はい、できました。で、ひらがなで、あ、できました。はい、できました。あ、できました。ということで、どんどん変えることができます。はい、じゃあ教材に使ってみてください。はい、ありがとうございます。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、また来週の土曜日、はい、土曜日の読書で会いましょう。はい、はい、本当に、はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。お願いします。